そしてまた雇用を維持するための雇用調整助成金、
そして熱狂参加者の連鎖国教育を企業を消費者の皆さんに対するお礼に無担保元本返済税用紙のこのニュース制度こうしたものによって先ほど熱狂さんが説明したように企業率も 2.8% これまで皆さん先進国の中 G7 の中で最も低い水準なんですよ皆さん。その雇用の人がどうやってしっかりと成果を上げているということを皆さんには知っていただきたいと思います。我々が政治を参加した2012年朝日の政策の有効ユニパルスは達されて50万だったありがとう。逆に政策になりたいという人はいても52年しか政治の雇用がなかった。今よりもさらばにも皆さん、倒産が多くて、そして高校大学を卒業した方が一生懸命頑張って努力をしてもなかなか就職もできないという時代だった。そこで私たちはこの状況に対して3本の矢の政策、いわゆるアベノミクスで挑んだという結果どうなったか。結果皆さん、史上初めて正社員の有効求人率が1万円を超えた。先に正社員になりたいという人に対して116人分の正規の雇用があるという、まあ、そんな経済の中で私たちが初めて作り出すことができたんです。本当に300万人の女性が仕事ができるようになった。また65歳を超えたという方が現実、私も65歳を超えているけど結構現実、麻生さんなんか80超えている80兆円もです。80兆円多いと思われ、80兆円も。